はい、皆さん、こんにちは、こんばんは。ここもチャンネルのショーが今日は緊急事態水分をお送りいたします。よろしくお願いいたします。え緊急事態水分というタイトルでお送りしたいと思うんですけれども、え何が緊急事態なのか、急増してるんですよ。増えてるんですよ。 何が増えてるのかっていうと、水分を取らない人々。うん、まあ前から言ってますけれどもね、あの、例えば備蓄してね、食料とか、まあ大停電が起きたりして、まあ食料を貯めているのはいいですよね。まあそれはいいとして、でも備蓄の基本って水なんですよ。水。飲み水。頭を洗う水。顔を洗う水。そして歯を磨く水。洗濯する水。トイレを流す水。 まそんな水がないと生活は成り立たないんですよね。で、いざとなったら大丈夫だって意見が多いんですよ。い,やいざとなってもダメです。だって水はどうやって湧いてくるわけないから手に入れられないじゃないですか。だから水の確保をどうしたらできるのかっていうのが最優先。最優先の課題なんですね。うん、で、ここでね。なんで前からね、私が水水水水,水うるさく言うのか。 えー、その理由について簡単にお話ししたいと思います。えー、まず人間は水でできてるんです。で、あのー、いろんな、まあ、人体を扱うね、学者、科学者によると、まあ、こういうふうに表現してる人もいるんですよ。人間というのは水の袋だと。まあ、人間の皮膚は袋であって、水を包んでるだけなんだよと。まあ、水には血液とかリンパ液とか全部含まれているんですよ。 まあ水分ということですよね。人間ってのは水の塊なんだと。水で生かされているというふうに言っています。まあ、本当にそうだと思います。なぜ水で生かされているのか。例えばあの、胎児ってね、お母さんのお腹の中にいる時の赤ちゃんっていうね、あの、ちょっと丸まってね、お腹の中にいるでしょで、お腹が大きくなるわけですよ。その時にはね、あの胎児の赤ちゃんの水分量って約90%なんですよ。 すごくないですかお腹の中にいる時の赤ちゃんはほとんど水でできてるんですよ。すごいですよねこの話はね。90%ですよ。そして、おぎゃーって生まれてきました。わーかわいい赤ちゃんだわ。よかったわね。元気でって言って、生まれてきて、まあ、半年1年ぐらいまで、その赤ちゃんの水分量は80%を保ってるんですよ。すごいでしょんこれはね、3、4歳まで続くんですよね。80 ですよ。だから赤ちゃんってなんか皮膚がね、なんかツルツルしてるしね、つやつやしてるし、なんかポニョンポニョンでみずみずしいじゃないですか。で、この80%をずっと保っていければね、例えばあの、70歳、80歳になっても、水分量が80%を保っていければ、皮膚は赤ちゃんのようなんですよ。赤ちゃんのような。いや、顔じゃないですよ。顔じゃない。顔じゃなくて皮膚ですよ、私のやってのは。皮膚が、 赤ちゃんのように、ポニョンポニョンのツヤツヤのね、ぷにゃんぷにゃんなんですよ。まあ、それは、女性の方の願いで願望であり、まあ、そう思ってる方多いですよね。赤ちゃんの皮膚みたいに、なんかね、もうほんと、ヨンポヨンっていう感じのね、ツルンツルンっていう皮膚になりたいなと思ってらっしゃる方多いと思うんですよ。お化粧しながらね。で、これが、怖い話ですよ。ここから怖いですよ。皆様。 奥様の皆様もよく聞いてください。怖いんですよ。これがね、あの、3歳ぐらいまで80%で、で、子供の時、あの、ちょっと環境によって違うんだけど、あんまり水を飲まないと減っていくんですよね。まあ、だけど子供の時はまあまあ70%から80%を、まあ、保ってるんですよ。で、これは飲まなきゃダメですよ。水をね。綺麗な水です。いや、ジュースとかね、 そういうのダメなの。色がついてるやつはダメなんですよ。とにかく綺麗な水しか吸収しないから。あの、大人の方にいるんですよね。コーヒーを飲んで、いや、今日は水分取ったよ。逆効果なんです。いや、飲んじゃいけないって言ってるわけじゃないですよ。コーヒーを飲んだら、3倍の水を飲まなきゃいけないんですよ。どうしても。そうしないと、体は水分を入れたっていう信号を、まあ、脳に送ってしまうので、 脳が水分取ったような気になるけれども、結局コーヒーの色付きのって、もう、あの、ろ過してね、体の内臓でろ過して、で、水分、ちゃんとした水分にして吸収しなきゃいけないけど、そのろ過したりね、そのろ過したフィルターについたコーヒーのカスみたいなものを、きれいにするために使う水の方が多くなっちゃう。うん、だからね、コーヒーばっかり飲んでると、 自分の体をね、あの、綺麗にする水の方が上回ってしまって、かえって水を失っていくんですよ、水分を。まあ、あってはならない行為ですよねで。コーヒー飲んじゃいけないって言ってるんじゃないですよ。コーヒー飲むのはいいですけど、その2、3倍の量の水を飲まなきゃいけないの、綺麗な。これを怠ってしまうっていうか、知らなければしょうがないけれども、まあ、水を飲まない人が増えてる。 ここね、近年、すっごく激増してるんですよ。綺麗な水を飲むっていうことをしない人はね。そこで、3歳ぐらいまで80%の水分量だったものが、20歳、20歳になると、男の人は60%になっちゃうの。随分落ちるでしょそして女性はなんと55、55%になってしまうんです。恐ろしくないですかだって、お、お母さんのお腹の中にいるときは90%だったんですよ、水分が。 それは55になっちゃうんですよ。怖いでしょ女性の方がね、早く減っていくの。まあ体の質の違いでしょうね。そしてなんと怖いのが怖いのがこれからでござりまする。なんでその人当り方やめろってね。いや、怖いのはね、あの40歳ぐらいになるじゃないですか。40から50に、まあ年齢になったとします。40歳から50歳ぐらい。そこのところで、 男性、成人で60%ぐらいってお話ししましたよね。男性がね、50%以下になっちゃう。50%です。4五50歳で。早い人は40歳。遅くても50歳で50、50%になっちゃう。半分になっちゃうんですよ。水分量が。そして女性は40、40%ぐらいになっちゃうんですよ。怖くないですか ?40% です。40%。 これは水分量がどんどん少なくなっていきますから、例えば55、60となると40%がもっと減っていくんです。39、38、37というふうに。で、35%ぐらいまで減ってしまうんですよ。30%ぐらいになってしまう人もいます。水分量が圧倒的に足りないんです。だから50、50,60,70となると水分が足りなさすぎて、 シワが多くなるんです。シワだらけになっちゃうんですよ。皮膚は水分がないと潤いがないです。だからシワシワになっちゃうんですよ。このシワの原因はそこにあるんですよ。だから水分量を多く取ってる人はシワができにくいんです。そりゃそうですよね。水分を多く取ってるから。でも女性の方ってシワが多くなると何するかっていうと、そこに何か謎の物質をなんか注入したりね。あの、化粧品で何とかしようとするでしょ。 それって、表面的な外からの力でなんとかしようとするじゃないですか。絶対なんとかなんないんです、これ。んとかなんない。あの、無理があるので、結局疲れてきたりすると、どこかだるんだるになっちゃうんですよ、顔が。本当ですよ。ひどい顔になっちゃうんですよ。で、それってなぜかっていうと、中から、中から水分を補っているんじゃないんですよ。外から薬の力でなんとかしようとしてるんですよね。でそうすると、なんとかできないんですよ。 中からじゃなきゃ。人間ね、内側から美しくしていかないと、決して美しくはならないんですね。皮膚ってそういうものなんですよ。中身が出るの。表にね。だから表から綺麗にしようとしてる人多いじゃないですか。これはね、後でしっぺ返しめっちゃくちゃきます。もう、ちょっと、あの、皮膚が荒れてしまってシワだらけになって手がつけらんなくなる。うん、まあ、怖いですよ。だから知ってるとか知らないって怖いですよね。 水分は取らなきゃいけないの。でも、この話をすると女性の方に多いんですけども、えー、だって夜おしっことか行きたくないんだもん、もう水我慢してるの。逆効果ですよ。そんなことをしたら、どんどん水分が足りなくなって、体がシワシワになっていくんですよ。うん、だからね、逆なことをやり続けてしまって、自分では良かれと思ってね、夜中水分取らないっていうのは、ね、トイレに行かなくて済むから、ぐっすり眠れるからね。 体にいいんだ。いや、よくないですよ。逆なんですよ。逆なんですよ、本当に。え、じゃあトイレに行かなきゃいけないじゃない。何変なこと言ってんのトイレ行けばいいじゃないですか。なんでトイレ行,行かなくするんですかわけわかんないです。私にとったらもう意味がわかんない。トイレ行けばいいじゃないですか。だって大変なんだもん。夜中にトイレに立ち上がるのも大変なぐらい、もう体力がないんだったら、もう体おかしくなってます、それは。 そんなの、もうトイレ2回3回行ったって、また寝りゃいいんじゃないですか。いや、そう言うけれどもね。一回私起き上がって起きちゃうと、眠れなくなっちゃうの。いやいや、いけないです、それはね。トイレに行って、また眠れるぐらい体安定しないといけないです。だからね、それって、うーん、やっぱ間違ったことをずっとしてきたからそういう風になってしまってるの、体が。水分は何回も言いますけれども、 人間の体を作っている一番大事なものなんです。その水を、きれいな水を吸収しない、コーヒーとか紅茶とか色付きのものばっかりでね、ジュースとか。まずそれが危ないです。いや、飲んじゃいけないって言ってるわけじゃないですよ。3対7です。色付き3、綺麗な水7。これ守んないといけないんですよ。3対7。で、まあ水を取ったとするじゃないですか。で、綺麗な水っていうのは体に吸収させるときに、 どうしても塩が必要なんですよ。塩と化学反応を起こして体に吸収されるんですね。だから人工の塩じゃなくて天然の綺麗な塩が必要なんですよ。これも知ってる人は少ないですよ。だからどうしても天然の綺麗な塩を取らなければ水分は体に吸収されないされ、まあ、され、全くゼロじゃないんでね、されないってのは語弊あるけど、まあ、されにくいです。すんごい無駄になっちゃう。 本当に。うん、だから、綺麗な塩と綺麗な水っていうのは、健康を保つためには、絶対必要なことなんですよ。で、これを保っていかないと、水分量は、まあ、女性の方、二十歳ぐらいで55まで落ちるんですよ、急にね。うん、だから、20歳、22、3歳でも、あの、目尻にシワがすんごい増えちゃう人っているんですよ。それは、あの、水分取らないで、ね、あの、お化粧ばっかりして、 そのまんま水分取るのを怠ってしまって、時間が経ってる。もっとシワは、あの、溝が深くなります。で、30歳、35歳で、うわ、どうしよう、こんなにっていう状態になっちゃうんです。それでも水分を取らないのが原因だと思ってないので、水分取らないんですよ。大変なことになっちゃうんですよ、本当に。うん、だからね、逆に言ったら水分をいっぱい取っていれば、ある程度、防げるんですよ。シワの増えるのとかね。 でも知ってる人すごく少ないです、これを。ものすごい少ないんですよ。うちはね、あの、おばあちゃんが、あの、そういうことを知っていて、ご飯の時にも水を飲めと。もういつでも綺麗な水飲めということで,で、天然の塩をいつも用意してて、あの、これを食事にね、いろんなものにかけて食べろと。だから、あの、本当に子供の時はすっごいうるさかったんですよね、うちのおばあちゃん。健康に。だから、綺麗な塩と綺麗な水を、まあ、ずっと、 大量に飲んでましたから、今でもその癖が残っていて、水はもうガブガブ飲んでますよ。ものすごい勢いで。うんだからそのおかげなんですかね。私はあの、シワがないんですよ、全く。あの、目尻にシワとか普通ね、あの、二十歳過ぎて三十、四十になっていくと、出てくるでしょ全くシワないんですよ、顔に。まあ、顔どこか、体中にシワがないんですよ。 ただ太ってるだけだっていう話は、いや、そんなことないですよ。いや、本当に、顔そんなアンパンマンみたいに丸々してないですから、まあまあ、あの、他の人よりは、なんか体つきがね、あの、ちょっと筋力トレーニングしてるので、ちょっと、まあ大きいっていうことなんですよね、体がね。だけど、まあ、しわはないですよ、本当に。全くないですね。で、これ、うちの家系みんなそうなんですよ。兄貴も、あの、父親も、あの、もう、あの、おばあちゃんもそう。しわないんですよ。 うちのおばあちゃん103歳で亡くなったんですけど、103歳まで死は一本もなかったんですよ。あの、ツルツルだったの。頭じゃないですよ。あの、顔がね、<laughs> わかってるよ、そんなのってね。本当に。あの、柔らかい顔で。うん、だからね、まあ、間違ってないんでしょうね、おばあちゃんが教えてくれた。厳しい指導だったですよ。うちのおばあちゃん怖いんですよね。すんごい怖かった。本当に。うん、あの、悪は許さないみたいなね。 あの、正義の味方だったんですよ。正義のヒーローみたいな感じだったんですよね。まあ、それで、まあ、育ったんですけれどもね。まあ、ありがたいことですよ。だから、その、綺麗な水を取る、綺麗な塩を取る癖が、まあ、未だについているので、もうずっと続けてますよ。ずっと。まあ、いいね、ちゃんとした、日本は海に囲まれてますから、綺麗な海水の塩が、ちょっと値段高いけど売ってるんですよ。だからそういうものを使われるといいと思いますよね。 で、綺麗な天然の塩は、まあ、そんなに血圧とかに影響はあまりないんですよね。あの人工の塩は血圧上がるんですよ。いっぱいかけちゃうと。でも天然の塩は上がりにくいですから、まあ、多めに使いますよ。ちゃんとね。まあ、塩ばっかり大量に投入しちゃいけないですけど。うん。だから、ほどほどに普通にこう、ちょっと多めでもかけていても、まあ、血圧上がるってことはないですね。まあ、水を取ってれば余計上がんないですよ。あの、水と塩で吸収されるので、 塩だけガンガン取っていたら、これまたちょっと違う現象が起きちゃうんですね。血圧上がるかもしれないけれども。まあ、水と綺麗な水と綺麗な塩。これセットで取っていくっていうのはいいと思いますね。うん、でも人間っていうのはね、あの、最初から何回もお話ししてますけれども、水でできてるんです。水でできてるんですよ。だからその水が体から足りなくなれば、当然いろんな病を、あの、引きずり込むことになります。 うん、なんか、あの、得体の知れない何か体の、なんか、ちょっと問題が出てくると思いますね。まあ、だからね、大事ですよ。だって水で、ほとんど水で生きてるんですよ。まあ、生き物全般的にそれに近いとこあるけど、クマムシは違うんだよね。なんなんだろうね、あの生き物はね。いろんな生き物がいて、クマムシが断突に水分を取らなくていいんですよね。あれ、2、3年に1回、スポイトで1滴ぐらい飲めばいいんだもんね、クマムシって。水分。 すごくないですかで、真空でも生きてるんですよ。何年も。ね。あと、なんか、ね、あの、気温とか温度が2、300度超えても全然平気なんですよね。燃えないし焼けないの。で、マイナス200度でも大丈夫なんですよ。凍らないの。あどういうわけなんでしょうね。で、宇宙で真空のとこ放り出されてもずっと生きてるんですよ。うん、だから、ちょっと特別な生き物じゃないですかね、クマムシくんはね。 大体なんかあの、もうムシって入れて、まあ調べてみてくださいね。画像がいっぱい出てきますけど、ちょっとやっぱりなんか宇宙カプセル的な鎧、宇宙服みたいの着てる感じですよ。うん、ムシくんはね。だからそういう生き物なんじゃないですかね。宇宙から来たんじゃないですかね。宇宙の果てからやってきたんでしょう。でもそのクマムくんは例外です。あの水分がほとんどいらないんですね。まあ強い体、便利な体なんでしょう。 もう最後まで生き残る体をしてるんですよね。でも、まあ、哺乳動物も、もしくは人間は、水がないとどうしても生きていけないんですよ。うん、だからね、あの、備えるときにね、まあ、備蓄で皆さん備えてらっしゃるんでしょうけれども、やっぱり水の問題を解決しない限り、ちゃんと安心して生き残ることはおそらくできないと思います。これがね、でも難しい、一番難しいと思います。水の問題。 だって水は飲み水だけペットボトルで保管してあって備蓄してあってもトイレ流せない洗濯もできない頭も洗えないんですよそんな量じゃ頭洗ってたらそんな備蓄の水なんかあっという間に全部なくなっちゃいますからだからこれをねどう解決するかですよまあ、個人個人で環境環境によって違うんでねこうすれば解決できるってのはないですいやあるけど無理なんですよ あの、どういうものがあるかって言ったら、井戸掘りゃいいんですよね。土地を買って、家をそこに、まあ、建ってるか建てるかして、井戸掘りゃいいんですよ。手押しの。停電でも大丈夫でしょ水は出るんです、まあ。もちろん飲めなきゃダメですよね。水質検査してね。でも飲める水が井戸を設置して出れば、もう問題ない。まあ、それ以上いいものはない。もう最高ですよね。だって夏は冷たいんですよ。 冬は暖かいんですね。井戸水は。最高ですよね。で、ガッシャンガッシャンやるだけでいくらでも出てくるんですよ。そんないいものないでしょ。昔はあっちこっち井戸がね、いっぱいあったけど、今は少なくなりました。まあ、あの、近所に井戸があってもダメですよ。例えば大災害とか、とんでもないことが起きた時に大停電とか、水が出なくなっちゃった。あ、そういえば近所に井戸があるんだよね。やった、俺ってすごいな。 確認しといたからなって言って言ってみたら驚きますよ。もうおそらく1万人ぐらい並んでますから。そはそうですよ。だってそのあたり全部水が出ないんだから。ね。これね、人間ってね、自分だけがね、その井戸使えると思ってるんですよ。大きな間違いで、とんでもないことが起きて大停電起きたらみんな停電してるんだから、そりゃみんな水出なくなるから、1万人、2万人並ぶんです。だから自分が水を汲めるのは、まあ明日になるかもしれない。や、<laughs> 本当ですよ。 二日後くらいになるかもしれないですよ。で、いっぱい組んでれば怒られるでしょ、きっと後ろから。お前何やってん一人でそんなに組んでんじゃねえとか言ってね。まあ、もう殺伐としてきますよ。それが水の問題なんです。だから水の問題って、逆に言ったら命を左右するんですよ。その水、ね。手に入んないとか用意してないとか。いやいやいや、もう大問題ですよ。いざというとき何とかなるとか言う人いるけど、絶対何とかならないです。 今から考えて、水の問題ある程度目安をつけとかなきゃダメ。どうしたらいいかをね。まあ頑張りましょう。まあ人間のね、あの、水の問題、人間の体にも影響しますからね。いっぱい水分取ってください。ね。色付きのものは3。綺麗な水が7ですよ。そして、綺麗な塩。頑張りましょう。応援しますんで。皆さんの健康を願っています。また次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。